ぞ。早く起きてね、お兄ちゃん。アイちゃん、やらしいな今の。あがまた。どうしたのこんなところで。いえ、別に。あれ、なんかまだ様子がおかしいな。まあ、基本的にずっと様子おかしいんだけどな。お、なんだこれ。言おうと思ってたんだけど、アイちゃんなんか俺に隠してないか、隠してないか、なんで片言になっちゃった。アイちゃん俺なんか隠してないか。そんなことないです。私、別に隠し事なんか。なんだろう、いつもなんか言いたそうなのに何も言わずに言っちゃうんだもん。ああ、確かにそうだよね。吉祥寺でもそうだったもんね。隠し事してるようにしか見えないんだけどな。そんな、なんかあるのか。どんなことでも正直に言ってくれた方が嬉しいよ。でも、あ、危ない。何何が。ほら、バナナの皮。またバナナの皮。ベガ掃除しろ、いい加減。バナナの皮、バナナの皮だらけなんだよ、ベガが。もうちょっとで踏むとこだったよ。大変。信じられないわ。本当だよ。どうしたの突然。私がバナナの皮を踏まないなんて。なるほどね。初めてです。確かにいつもバナナの皮踏んですっこけてたもんね。バナナの皮初めて踏まなかった。これ運が回ってきたんじゃないですか。前にも言った通り、私バナナの皮はなぜか必ず踏んでしまうんです。それなのに、今に関してはベガに問題ありだと思うけどな。ラッキーじゃないか。ラッキーの方が偶然だと思ってしまうんだね、愛ちゃんにとって。あるわけないんですから。そんな悲観的な。何だ愛ちゃん、服の袖なんかついてるよ。なんだ。服の袖って、これん、このイヤリングなくしちゃったと思ってたのに。あれあれ、なんかこんなところに引っかかっていたなんて。本当になんかまたラッキーというか、不幸体質が治ってきてるんじゃないの。だ、今まで散々不幸だった分、これから一気に幸運がやってくるみたいな、そういうことなんじゃないの、これもしかして。信じられないわ。うん。なくしたものが見つかるなんて、生まれて初めてです。よかったじゃないですか。うわ、危ない。なんだ。うわ、何の音だ。また誰だ、こんなとこにカートを置きっぱなしにしてたやつは。そんな信じられないわ。何、こんな偶然。これはどういう意味。バナナの皮といい、イヤリングといい、今のカートも。何、普段だったらカートにぶつかっちゃうってことかな。今までの私なら全部被害に遭っていたのに。それに私も無事だった。こんなの初めてです。あららら、なんかこっちまで嬉しくなってきたよ。愛ちゃん、私の話、あ、聞いてくれますか。これはついに核心部分じゃないですか、愛ちゃんの隠された秘密が。実は私、家出してきたんです。ああ、そういえば確かに愛ちゃんはなんでベガに乗ったのかってね、その謎は明かされてなかったけど、家出少女だったんだ。家出なんでまた。私、そっか、だから一人暮らししたいとか。自分に運がないことは分かってます。だから不幸にはもう慣れました。もう私の不幸はそれだけじゃないんです。というと。こないだの風みたいに私の周りにいる人まで不幸にしてしまうんです。学校の友達と
一緒にお弁当を食べに行くと必ず私が転んでみんなのお弁当を台無しにしてしまったり他にもエスカレーターに乗ってると突然止まって他のお客さんたちを転ばせてしまったこともありました。そんなのただの偶然だよ。ううん、それだけじゃないんです。偶然とは言えないよね。ここまで重なるとね。うちにいる時だってせっかく干した洗濯物が何の前触れもなく突風で飛ばされてしまったり、電球を取り替えたら今度はなぜか家中の電気が止まってしまったりしたこともありました。私がそばにいると大好きなみんなまで不幸にしてしまうんです。愛ちゃんはすごくいい子だから周りを巻き込みたくないんだよね。だから私一人になりたかったのかな。それで家出をしてきたってわけか。みんなは気にしないでって言ってくれます。周りにいる人たちはきっといい人たちなんだろうね。でも私が悪いってことは自分が一番よくわかってるんです。そうなんですよね。そういうのって本当周りじゃなくて自分がやっぱり気にしちゃうんですよね。だから平気だよって言われれば言われるほど、私はみんなに申し訳なくて、いっそのことお前なんかいない方がいいのにって言われた方がどんなに楽か。ちょっと重い話になってきましたね。本当は迷惑だったんでしょ、私みたいな子がそばにいること。俺がいつそんなことを言ったんだよ。でもあら泣いちゃった。でもいっぱい迷惑かけてるし、私なんかといてもいいことなんか一つもないのに。これは励ましてやらないと。そんなことはない。迷惑だなんて思ったこと一度もないよ。でも愛ちゃん大丈夫、みんなだって愛ちゃんのこと嫌いじゃないはずだよ。どうしてそんなことが。おお、今のフラッシュはなんだ。だって俺愛ちゃんがいい子だってこと分かってるから。そんなことそれに愛ちゃんが不幸の源だなんて単なる思い込みなんじゃないかな。ほら俺は何ともないじゃないか。それはただの偶然です。また前みたいに。それを言うなら不幸だって単なる偶然だろ。大丈夫、もっと自分に自信を持たなきゃ。自分に自信を。自分が全部悪いなんて思ったら逆にみんなに失礼だよ。もっと前向きに考えなきゃ。前向きに。そうだよ、笑う角には福来たるって言うだろ。笑顔を忘れずにいればそのうちいいことがあるはずだよ。笑顔。宗教の勧誘みたいになってきた。すごいいいシーンなんだけど。俺が愛ちゃんと一緒にいても大丈夫だってことは分かったはずだよ。だから自信を持って。うわ、どういう表情だろ。本当に私と一緒にいても平気な人がいるなんて。おお、平気だってことをこう伊助君が身をもって証明してあげたわけだ。これいい話だよこれ。ごめんなさい、涙で顔がぐちゃぐちゃです。少し一人にしてくれませんか。待って、ん？そのおー、ありがとう、励ましてくれて。それと、お、なんだなんだ、それと、うん、なんでもありません。なんだろうな、なんだろうな。それじゃ最後に秘めているその気持ちは聞ける時が来るのかな。松本に着きました。デートに誘いに行きましょう。はい、今回はどこに行くのかな。愛ちゃん
またなんか本を頼りに行くのかな。どこに行こうか考えていたんです。うん、松本といえば松本城や浅間温泉の後上高地。そういえば上高地は方角がとてもいいんですよ。占いでは恵方って言うんですけど、どこから見て方角がいいのかな。よくわかんないけど、じゃあ俺も行ってみようかな。でしたら一緒に回りませんか。いいですね。明日のお昼に直接向こうで待ち合わせして。うん、じゃあ向こうで押し合おう。楽しみにしてますね。愛ちゃんと上高地デートでございますね。失礼します。さあ上高地、ちょっと早く来ちゃった。あ、来た来た愛ちゃん、こっちこっち。やらしい。ごめんなさい、完全にやらしい、ね、遅くなってしまった。終始やらしいですね。俺も今来たところだから、それより深呼吸でもして落ち着いて。俺がね。俺が落ち着いて。完全にやらしいですもんね。俺もやらしいルートだな。少しは落ち着いたがいい。やらしい。そればっかじゃねえか。それじゃあそろそろ行こうか。どっか行きたいところはある？私、大正池に行ってみたいです。ほうほう、大正池。それじゃあ早速行ってみよう。上高地っていうのは、おお、綺麗な池。いいですね。いい雰囲気じゃないですか。池といっても結構広いんですね。なんか前にさとみちゃんが説明してたな。全部忘れたけど。まあこういうところでボートに乗ると別れるって言うからな。周りを散歩しようか。散歩しよう。それに愛ちゃんとボート。お散歩は素敵だけれど。え、私ボートに乗ってみたいな。絶対沈むじゃん。あ、でもどうだろう、最近の愛ちゃんは月が回ってきたから大丈夫かな。じゃあボート乗りに行こう。え、でも私お散歩でも構いませんよ。なに、急に俺はボート乗りたくなってね。さあ行こう。あー、いいじゃないですか。これボート、本当は私ガイドを見た時からボートに乗ってみたかったんです。だからここに来たかったんだい。どうしてって聞いてみよう。ガイドに乗っていた写真があんまり綺麗だったから。それに、それに、お、なんだこれ、なんだいこの表情は。どうしたどうした。アイちゃんどうしたどうした。あー、これした、攻めたいな、攻めようか、ここ攻めよう。アイちゃん、もしかして俺と。よし行くぞ、行ってやれ、行け、行くんだ大輔。我らの輝ける青春のため今こそ立ち上がれ。アイちゃん、もしかして俺と。よっそろ、今の見ました。あれあれあれ、大きなお魚が跳ねたんですよ。すごいわ、こんなに大きなお魚が住んでるのね。完全に俺のキャプテンオブザシップが流されてしまったよ。俺の育児主。こうして池を見ているとなんだか吸い込まれそうな気分になりませんか。そうだな。どっちもどっちだけど、まあちょっとね、茶目っ気があるとこ見せちゃおうか。泳ぎたくなっちゃったよ。私も。あ、本当に。愛ちゃんも泳ぎたい。お魚があんまり気持ちよさそうに泳いでるんですもの。一緒に泳ぎたくなっちゃう。俺昔嫌な思い出でこうやって女の子と一緒にねボート乗ってたんですよ、池のボート。そしたら俺ちょうどその時髪型が丸坊主で、なんか向こう側にいた小学生ぐらいの子供が俺のこと見てタコ坊主って言って叫んで去ってったんですよ。嫌な思い出ですね、あの時の彼女とのあの空気。やっぱりひどかったですね。お魚さんに悪いし。小学生にタコ坊主呼ばわりされる男はひどいよね。ん、それになんだ、それに、もう
恥ずかしいな。タコ坊主タコ坊主じゃねえよあ、なんかいい雰囲気だぜこれ。結構ボードの上ってね、二人っきりの空間でもあるから、これちょっと攻めていけちゃうんじゃない。やっぱりもじもじしちゃってるってさ。お、ここは一つ俺が、あー、なんだこれ上がちょっとね、意図がわからない。あ、あいちゃー、水をかけてやろうってのもなんか面白い気がするけどな。これどっちだろうな。いやー、上が気になるわ。攻めよう、ヨウソロウ、アイちゃん、お前がカシオトレイ、アイちゃん、アイちゃん何これ、何叫んでんのずっと。何襲おうとしてんじゃないのこれ。あ、マジっすか、マジっすか。冷たい、大丈夫アイちゃん。動かなくなってきました。素晴らしいね、このブクブクブクのとこどうすんだろうと思ったら忠実にやってくれたね。プロ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 しっかりして死んじゃダメだよ。あーちゃん、あ、なんか水を滴るいいアイちゃん、これいいね。なんか普段よりこの前髪の感じがいいっすね。うん、スカートを絞ってるのもなんかちょっといいじゃないですか。服をなんとかしようよしばらく散歩でもしていれば自然に乾くと思いますよ。もういやらしい方向に行きたくてしょうがないよ本当に。はいこのアイちゃんかわいいなあ。あ、前に戻っちゃった。それにしても素敵なところですね、上高地って。ね、なんか楽しいね、上高地。風景の全てが絵はがきになりそうなくらいどこも綺麗で、この前の翼ちゃんと同じようなこと言ってんだ。なあ、ここらはもうね、アイちゃんも綺麗だよ。見せたったらしいことを。何か言いました？ああ、聞こえないパターンね、難聴パターンね、これ。アイちゃんも風景に負けないぐらい。なんだよ。うわ、びっくりした、気持ち悪い何これ、ピーノ気持ち悪い、これは気持ちが悪いわこれ毛虫かな、これ毛虫でもねえんじゃないねX ファイル的なもんじゃないのやばいよこれは。ラブファントムだよ、ラブファントム勝っちゃうよ。落ち着いて今撮ってあげるから。うわ、俺触りたくないわこんな気持ち悪いの。早くして、未確認生物じゃないですか私モンゴリアンデスワームじゃねえの怖い怖い。うわー、あ、アイちゃんしっかりして、ほら撮れたよ、よかった。一時はどうなることかと。不幸体質復活してんな。ん、あ、かわいい。あの、ん、なんだなんだ、本当にもう大丈夫？はい、おかげさまで、いろいろご迷惑をおかけして。なんでそんなたどたどしいんだ。いや、別に。ばかりかけてしまって、うん、気にしないで。あ、あれを見て、これはまた不幸の後の幸運じゃないですか。ああ、トンボだ。もうすぐここにも秋が来るんですね。日本って待ち遠しいね。そうですね、ゆっくりと季節が変わっていくのって素敵じゃありませんか。うん、急がなくても季節は巡ってきますよ。
のんびり待ちましょう。全部自分だけで会話終了させちゃった。あいちゃん。はい。それじゃあ私はそろそろ。いやまあいろいろあったけどいいデートだったんじゃないですか。あのお、なんだ。あの今日は本当にありがとう。楽しかったです。これでちゃんとねお礼を言える子ですよね。愛ちゃんは素晴らしくいい子ですよ。俺も愛ちゃんと来ることができて本当に楽しかったよ。ありがとう。それじゃ失礼します。お疲れですお疲れです。金沢駅に着きました。はい、デートに誘いに行きましょう。金沢どこ行くんだろうな。あの実は お話があるんですけど。お、なんだ。あの能登半島に必ず行ってください。ねどういう意味必ず行ってくださいって怖いな。どうして必ず行かなきゃいけないの。言いにくいんですけど、さっき見た占いによると、ま、20年前の占いじゃないだろうな。もし行かなかった場合はとんでもない不幸に見舞われるらしいんです。能登半島だね。忘れないようにしなきゃ。その方がとんでもない不幸が起こりそうだけど大丈夫かな。ええ、いつ行けばいいの。早ければ早いほどいいはずです。できれば今すぐうん、じゃあ向こうで落ち合おう。わかりました。先に行ってますね。これデートかなこれ元半島来たけど大丈夫かこれで。これあれだね、一回見たねこのイベントね。よかった。考えたらセーラームートの時に無事ですね。多分一回愛ちゃんをデートに誘ってるんだよ。それがこれだったんじゃないかな、うん、いえその時はねまだ愛ちゃんのこと全然お礼なんて詳しく分かんなかったけど、うん、今はもう思いが違いますから。あ、海好きですか。好きだよ海好きだよ。どうしたの。え、あ、目の前が海ですし。もう海が好きで好きでしょうがないからね。お肉よりはこの盛り上がらない会話。そうですね、サマとか貝柱とか。あ、いいね、食べたいね。何が好きですか。あー、サンマサンマですか。こんな会話もう私も一番サンマが好きで年に一度のサンマの日が楽しみなんです、ね、年に一度のサンマの日。え、サンマを食べる日ですよどこの国の風習だろうね。はい、そうです、うん、いえそうでもないですよ。風が吹いてきた。潮の香りが、潮風が気持ちいいですね。こういう場所に来ると夏を感じるね。海っていうとあんまりいい思い出がないんですが俺もね、海っていうとあんまりいい思い出がないんだよね。いいのになりそうですそれは良かった。じゃあそろそろ帰ろうか。そうですね、今日は一緒にいられて楽しかったです。そうだね、なんかもう眠い眠くなってきた。ではまた列車で。おやすみなんだこれ、なんか面白いことないかな。あの面白いメガネが来ましたね。ちょうどよかった。暇してたところだからさ、話し相手になってくれない。はい、私は別にいいですけど。え、何持ってるの。これですか。名古屋のガイドブックですけど。ほうほうほう、
名古屋、どっか行ってみたいところはある？はい、私は、その、名古屋港に行ってみたいと。何しに行くんだよ、名古屋港。ああ、金の車掌が遊楽船のある場所。遊覧。他にも入園料が無料の遊園地シートレインランドや水族館なんかがあるんですよ。結構いろいろあんだね。ああ、名古屋に着いたら。あの。お？どうしたんだい？なんだなんだ、その絞り出すような。すみません、私。あは、一度深呼吸してす。はあ、はい、落ち着いた。はい、すみません。かわいいな。もう大丈夫です。それで何が言いたかったの？はい。すまねえじゃねえか。でもこんなに言いにくいことってなんだ？思い切って言います。おっと？なんだなんだ？私、あなたのことが。こんな。なんだよ、ガシャーン。またなんか起きたな、これ。なんだよ、これ。どうして突然カートが。カートが突っ込んできたのか。あいちゃった、足が挟まっちゃった、抜けない。大丈夫ですか。すげえいいところだったのに。完全に告白の流れでしたよね。静香さんじゃないんだから。こんな乱入してこないでよ。ごめんなさい。今すぐどかします。ああ、まあね、そりゃ客車では告白しないよね、やっぱりね。なんだっていきなりカートが転がってくるんだ。その足。え、なになに、大丈夫？あ、血が出てる。大丈夫ですか。心配いらないって、こんなのただのかすり傷さ。やばい。なんてこと。いやいや、アイちゃんのせいじゃないよ、これは。私のせいだ。これまたタイミングも悪かったね、これね。勇気を出して自分の思いを言おうとしたところでこれですから。私のせいです。私がそばにいたから不幸に。いやいやいや、それは違うよ。違うから、そんなに自分を責めないでおくれ。ああ、また泣いちゃった。ごめんなさい。ちょっとこの泣き声は多少の解約シーンはくすぐるものの、でもこれはね、やっぱ慰めてあげないと。やっぱり私なんだよ。こらこら、ごめんなさい。そんなこと言うもんじゃないですよ。もう、え、ちょっとどういうことですか、これは。そんな、待ってよ、アイちゃん。アイちゃん、俺本当に全然気にしないんだから出てきておくれよ。帰ってください。そんなにへこんじゃった。もう合わせる顔ありません。そんな、アイちゃんは何も悪くないよ。自分を責める必要はないんだから。これちょっと今までないぐらい落ち込んでるな、愛ちゃん。ちょっと愛ちゃんの個室行ってみましょうか。愛ちゃん大好きだけど。やらしい。やらしいことしてんじゃねえのか。俺全然気にしないから元気出してよ。気にしてないって言われることの方が、ああ、私には辛いんです。なるほどね。あんなひどい目に遭わせておいて。いやいや、でも別にね、大したことないですよ。
愛ちゃんとは何も関係ないんだから。そんなことありません。全部全部私の責任なんです。やばいよ。ちょっと完全に闇落ちしたな。闇落ちしちゃってるな。私に構わないで、出ないとまた不幸にしてしまうから。いや、ここから奇跡の逆転劇を狙っていきたいですよね。これはね、なんとかして愛ちゃんを部屋から出さないと。名古屋に着きました。愛ちゃん大丈夫なのかな。もう名古屋だよ。俺全然気にしないから引きこもってないで。え、ガン無視ですよこれ。じゃあ俺そろそろ行くけど早く元気になってよね。それじゃ。え、デート誘えなかったな。名古屋港、名古屋港でしょ。キーワードは名古屋でのキーワードは間違いなく。それなのに俺は一人で海を眺めてるなんて。一人っきりか。おお、なんだ。え、何の音これは。すごい音だな。何が起こってるんだよ。大丈夫かこれ。ドアー、こっちに向かってくるぞ。危ない。あ、これは、おお、愛ちゃん、野生の愛ちゃんが飛び出してきた。なんだこれは。大丈夫ですか。なんかが突っ込んできて、バイクかな。愛ちゃんが助けてくれたのかな。ごめんなさい。やっぱり愛ちゃんも名古屋港に来てくれた。本当は私ずっと、あ、後ろ後をついてきたんです。そうなんだ。名古屋に着いてからずっと。ちょっと怖いですね。それならどうして顔出してくれなかったの。そしたら一緒にあちこち回れたのに。どうしても伝えたいことがあったんです。おう、伝えたいこと。言いにくいことなら無理には聞かないよ。とりあえずその辺一緒に歩こうか。はいね。こんなシャチホコバックに話す話じゃないでしょ。おお、すげえ歩いてる。すげえ。おお、歩いてるよ。びっくりした。シャチホコだってさ、すげえ歩いてる。歩いてることにすげえ感動しちゃった。歩いてる。うん、後で行ってみようか。間が持たないよ。あ、止まった。私。愛ちゃん。私、謝らなくちゃならないんです。ん？どういうこと？だって。私がそばにいたせいで、まだそんなこと気にしてるのか。違うよ、愛ちゃんのせいじゃないんだ。むしろ愛ちゃんは俺を助けてくれた恩人じゃないか。そんな恩人なんて。そうだよ、さっきね、飛びついて助けてくれたから。愛ちゃんがいなかったら今頃俺救急車の中だったかもしれないんだぜ。正真正銘命の恩人だよ。それじゃあ私不幸にしなくて済んだですね。うん、もちろん逆に今俺は幸せのくらいだよ。幸せ。おっと、細えなセリフだね。今こうして愛ちゃんと一緒にいられるんだからね。私も、おお、私も今とっても幸せです。こんな気持ち生まれて初めて。やっぱりこの期待通りの展開が来ましたね。恋をしてとっても幸せな気持ちになれる、なれた愛ちゃん。私なんかが人の役に立てるなんて、もう今まで迷惑ばかりかけていた私が、ありがとう、あなたのおかげです。
いや、よかったじゃないですか、これ。俺何もしてないよ。うん、出会わなかったら、きっと私、こんな気持ちになれなかった。ここまで来られたのは、いつでもそばに、あなたがいてくれたから。おお。ありがとう。あなたに会えて、本当によかった。照れちゃうね。照れちゃうね、これはもう。言ってたこと、本当でしたね。うん。笑う角には福来たる。ああ、今いい笑顔してますよ。この言葉、一生忘れません。そうだね。そしてその笑顔も忘れてはいけないよ。コンコン、誰か来たね。あー、やっぱ愛ちゃんですね。そうですね、いつも名古屋で愛ちゃん降りてましたからね。ここで降りちゃうの？ええ、やっぱり家族のみんなも心配してるだろうから。でもそうだね、今の愛ちゃんならもうね、家族の元に戻ってもいいんじゃないかな。もう寂しくなるな。そんな私の方こそ、ここでお別れなんて、本当はおお、どこまでも一緒に。おお、愛ちゃん、私なあ、ようそろう、抱きしめろ愛ちゃん。えへへ、この曲のかかり方が今良かったね。大丈夫、今の愛ちゃんなら帰ってもうまくやっていけるよ。あらら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 ら、はい、ありがとう。またどこかで会えるさ、必ず。その時まで元気でね。手紙書いてもいいですか？もちろんだよ、オフコース。これ私の家の電話番号です。あ、家の番号なんだ。もしよかったら、うん、かけてきてくれませんか？かけます、かけますとも。じゃあこれ俺の携帯の番号、愛ちゃんもかけてきてよね。はい、必ず。愛ちゃん、私あー、ここで発車時刻でございますね。その愛ちゃんが言いたかったことのその続きは夢の先で聞かせておくれ。ありがとう。私も忘れません、あなたに会えたこと。とりあえず一旦ね、お別れです。今までで一番の幸せです。嬉しいね。あー、しまっちゃった。今度会うときは私。おー、愛ちゃん、いつかきっとどこかでまた。あ、電話かかってきた。もしもし。あー、愛ですけど。あー、愛ちゃんじゃないですか。元気だった？ええ、自分でも驚くぐらい元気ですよ。おお、よかったね。あ、そうだ、あの後どうなった？列車降りて家に帰ってから。それが、帰るなり、父にいきなりぶたれてしまいました。あ、そっか、家出だったもんな。だって家出したんですもの、叱られて当然です。それにいつも厳しい父が、あの時目に涙を浮かべていたんです。あんな父を見たの初めてでした。お父さんも心配だっただろうね。その時改めて痛感しました。私、なんてことをしてしまったんだろうって。両親をこんなに心配させてしまうなんて。でも、こんな私を父は一回
回ぶっただけで許してくれたんです。一回ぶったのね。私嬉しくて泣いてしまいました。あー、でもなんかよかったね。優しいお父さんだねって言ってあげようか。優しいお父さんだね。はい、私この家に生まれて本当に良かったって思います。父の子に生まれて、でもやっぱ考え方が心なしかすごくポジティブになってきたよね、愛ちゃんね。とにかく元気みたいで安心したよ。それじゃ待ってください。お、あのまた、おーや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 ー、お電話でお話ししてくれますか。オフコースなんだ、気に入ってるのか。オフコースっていうので俺は。それじゃあまた。到着です、夢の先。ああ疲れた疲れた、長かった今回も。おお、いてくれた、よかった。お久しぶりです。お久しぶり、愛ちゃん。おや、なんだいその沈黙は。何かあったのかい。私最近変なんです。うん、不幸に会わなくなってよかったはずなのに。おう、なぜだか寂しい感じがしてしまうんです。恋煩い。せっかく幸運が巡ってきたのに嬉しくないのか。 いえ嬉しいですよ。嬉しいはずなんです。うん、でも何事もなくてホッとするたびに胸がキュッと苦しくなるんです。あー、お恋煩い。だって私に幸運をくれたのはあなただから。アイちゃん、幸せになるたびにあなたのことばかり思い出してしまって。おお、せっかく幸運をいただいたのに、それが今はかえって辛いんです。アイちゃん、こんなことなら幸運なんか巡ってこなければよかったな。でも会いたくても会えない、そんな寂しい思い私は耐えられません。だったらいっそ不幸になった方が。何を言ってるの。好きな人が自分のせいで不幸になる辛さ、愛ちゃんならわかるだろう。え、好きな人、かっこいいね。そうだよ、俺愛ちゃんが好きだから、大好きだから、ずっとそばにいて守ってあげたい人は愛ちゃんだよ。信じられません。ほら、あ、こんなことって愛ちゃんにとって一番の幸福が夢みたいです。起こっているんでしょうね。夢じゃないよ、ほら。あー、いい笑顔だ。はいはいはい、夢じゃ、夢じゃないんですね。これから俺がずっとそばにいる。もう絶対寂しい思いはさせない。ありがとう。不幸な思いはもうさせない。ありがとう。私幸せです。そのセリフが聞きたかった。今まで生きてきて今が一番幸せです。あおう、愛ちゃん、今ならはっきり見えます。うん、あなたの背中に白い羽が、私に幸せをくれた私だけの天使さん。すいません、ちょっと恥ずかしいんですけどもおお、このタイミングで天使ちゃんがチューしちゃった。どうしよう、心になってドキドキしてきちゃった、恥ずかしいその恥ずかしがり屋のところは最後まで変わらなかったね。ありがとう愛ちゃん、もう絶対不幸にしないから。ありがとう、最高に幸せです。俺にとっても愛ちゃんは幸せの女神様だよ。
幸せのメガネ様だよ。幸せのメガネ様エンドでした。ありがとう、ヨーサバエクスプレス。いや、よかったね。愛ちゃんは無事幸せになりましたね。さあ、めでたし、めでたし。お、なんだこれ、おみくじしてるんじゃないの。うん、でしかもちょっとこのリアクション見る感じ、愛ちゃんの方が大吉で、伊助くんがこう今日みたいな感じなんじゃないかな。すっかりラブラブカップルになっちゃって、これ何してんの外でこれ。うん、これでも何気に愛ちゃんの私服って初めて見たな。勉強してるね、本読んでんのかな。いや、でもいい顔してますよ。幸せな女の子の笑顔ですよね。あんなにね、おどおどしてて、泣きじゃくっていた不幸な女の子はもういませんよ。正真正銘、君は幸福の女神、いや、幸福の女神様だ。気に入っちゃったの？それ。幸福の女神様。ありがとう、メディアワークス。ありがとう、赤堀悟る事務所。And... さあ、この後は気になるエピローグでございますけど、どうなのかな。結構ね、エピローグでキャラクターのビジュアルが変わるっていうのがこのゲームではね、毎回ある。おお、変わった、いい感じになります。わかりました。先生になったのこれ。じゃあ授業終わります。これアキコちゃんじゃないよね。アキコちゃんみたいになってるけど、髪型が先生になったか、愛ちゃん。はあ、いや、でも言われてみたら先生キャラだし、あれ、なんで俺まで先生になってんの。何、どういうことこれ、何が起こったの。二人して先生になっちゃった。あ、愛ちゃん、いや、松浦先生。もう何年にもなるのに慣れませんね。マジっすか。いやー、意外な展開だな。生徒まで俺たちが付き合ってるのを知ってるから。恥ずかしいよ。しかもこれ女子校じゃないのこれ。二人でるとすぐにね、こうなっちゃうのがね。松浦先生、参っちゃうよね、ほんと。困っちゃいますね。なんで唐突に先生になったんだろう。でも、そんな要素今までなかったんだけどね。あー、でもいい笑顔ですね。幸せです。あ、とっても、本当に幸せっていうのはやっぱこの愛ちゃんにとっての一番のキーワードでしたから。まさか先生になるとは思わなかった。いや、でも幸せになれた愛ちゃん、よかったですね。さて、お嬢様エクスプレス次回でございますけども、残るレギュラーキャラはですね、北上さんと翼ちゃん、この何とも対照的な二人だけになってしまいましたけども。実はね、このゲーム、サブキャラクターも攻略することが実はできるんです。なので残るキャラクターは、北上さんと翼ちゃんだけじゃないんです。ここいらで、サブキャラクターたちにも、照準を合わせていきたいなと。次回、売店のお姉さん。